はい、皆さんこんにちは、ずちゃんです。ずちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございま す。今日の動画は運動服の紹介です。最近私は運動ジム始めてるんですよ。いいボディになるために、ずちゃんはもうあまり運動してなくて、なので運動の服一切持ってません。二人とも持ってないので、そうやる気がなかった。俺とルーちゃんはですね、ショッピングセンターいろいろ回って、それでもあまり見つからなかったんですよね。でも GU で見つけることができました。結局 GU かよ。それで先にルーちゃんの方から紹介させていただきます。最初はですね、この靴です。この靴はショッピングモールで買えたものです。ナイキですけど、めちゃくちゃ安くていいですよね。4000円ぐらいだったよな、確か、うん、めっちゃ安かったです。安かった、本当、うん、でやっぱり運動スポーツのブランドの靴買った方がいいかなと思ってこれを買いました。でも他のものは別に私がそんなに、私汗が出ないタイプなんですよね。全く出ない、汗が全然出ないの。なんか 800m くらい走っても私全然汗が出ないので。 800m 台湾では、楽器の最初、女の子は 800m 走らないといけない。男が1600ぐらい。倍じゃん。そうそうそうだってみんなが高いスポーツ服買うのが、あの汗の吸収力が強いやつじゃん。汗が巻いてないから、なので安々でいいかなと思ってなんか私の運動はね、そのイメージはこんな感じです。その運動のイメージです ね。こんな感じで揃えたいなと思って、最初はこちらです。ダダン、インナーシャツね。半袖のやつの方が、動きやすいかなと思ってこれを買いました。900円より安いけど値段は忘れました運動用のブラですね。これもめっちゃ安かったんですよ、900円くらい、ね、短パン、ドヌーン。短パンは結構スケスケだね、こう見えたら。本当だ。あ、通気性がいいんじゃない、ね、GU スポーツだもんね。980円くらい。全部解決してめっちゃ安かった気がする。次はこれです。ドヌーン、イエーイ。見えます？これ中のタイツです。このタイツは何の意味か私わからないんだけど、でもとりあえず着るのが箱いから着ます汗を吸収してくれるんだと思うよね、俺は。では次はこれです。黒いね、ウィンドブレーカーっていうやつだね。あれ、雨とか弾くやつ。2990円ぐらいね。うん、これはちょっと高いね。やっぱり使った布は多いかなと思って。布が多い次は運動です。私の紹介はですね、実はルーちゃんとお揃いの25を買いましたショッピングセンターで測定ができたんですよ。じゃあまず紹介はこの T シャツからですね。自分はアディダス大好きなんでアディダスにしました。もう絶対ブランド品にするって言ってた。そう、なんかスポーツブランドにしたいなと思って。違うよ、みんなに見せるために。違うこれも結構スケスケなんですよね、こう見ると。ほら、本当だ。いや、スケスケなんですよ。見えます？私の手を。見える見える。これもやっぱ通気性と汗吸収がいいみたいなんで、これを購入しました。で、なんで黒にしたかっていうと、まあかっこいいのもあるんですけど、うん、やっぱ汗出ると汗じみとか白っぽいの着ると出ちゃうじゃないですか一番やばいのは灰色の服。灰色の服着るとじわって出ちゃうじゃん。あれが嫌で黒にしました。恥ずかしいね。そう、短パンです。で、これも本当はアディダスにしたかったんですけど、ちょっとアディダスいいのなくて、ルーちゃんと一緒に GU で購入しましたでこれも990円で安かったんですけど、いや、カネめちゃ嫌だったんですよ、あのアディダスで言うマークがないから。そう、これもどうせならアディダスにしたいなと思ったんですけど、まあこれはちょっと妥協して GU にしました。自由もいいですよあとこれタイツですね。これもちゃんとアディダスにしました。あの反射するなんかテープが貼ってあるんですよ。あの夜走ってた時に車のライトが反射するように、ここにいるよっていうのに、ここにポケットがついてます。で、最後が一番上のウィンドブレーカー。これもありますね。これもあります。ル、うん、ーちゃんと2人で運動服で外歩いてたんですけど、うん、前から来たおじさんが確かに赤いけどと思って私の服装の紹介は以上です。要去运动咯 ，sports。Let's go。对，但是健身房里面不能拍，所以我们就拍到这里啦。那我们等一下见，拜拜。拜。我とルーちゃんはいつも運動終わりにサイゼリア行きます。これね、めちゃくちゃ安いんですよ。299円だけで1、2、3、4、5、5個が入ってて、もうタンパク質の塊ですね。わあ、見える？肉汁。サイゼリヤでこんなに興奮してる人初めて見た。文旦也是每次有点这个。好吃。
これは私と文壇の運動のスケジュールでした。といいねと、あとコメントをどしどし送ってください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。然后也可以开铃铛哦。那我们下次影片再见，拜拜。拜拜 ，see you next time。拜拜。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。